2024年8月12日、デビュー15周年を迎えた A フラッド・オブ・サークルが10年ぶりに日比谷野外大音楽堂のステージに帰還した。この日に向けて彼らはキャンドル・ソングス日比谷野外大音楽堂への道という全国ツアーを敢行。各地で脳外の思いを語りながら愚直に一本一本のライブを積み重ねてきた。そしてソールドアウトという目標を早々にクリアし、当日は追加販売した立ち見エリアも売り切れた。そこで A フラッド・オブ・サークルが繰り広げたのは3時間強にわたる実に32曲ものロングセット。事前にこれまでで一番曲が多いライブと告知された時はベストバイや集大成的な意味だと思っていたが、そうではなかった。我々が目撃したのは、今できる全てを出し切るという覚悟のドキュメンタリーだった。着飾った華々しい周年ライブなんてできない。あるが、ままの A フラッド・オブ・サークルがそこにいた。その幕開けは、とても静かなものだった。SE もなければ照明もない。ただただセミの声がこだまする中、グランドピアノが置いてある以外は、通常のバンドセットのみが置かれたステージにメンバーがゆっくりと姿を現した。おはようございます、 A フラッド・オブ・サークルです。おなじみのライダースジャケット姿の佐々木亮介がおなじみの挨拶でギターをかき鳴らすと、オーディエンスが大歓声で迎える。1曲目からバファローダンス、博士の異常な愛情と、デビュー初期の楽曲を連投。ステージ同様余計な装飾はせず、4人の音だけで作り上げる、むき出しのバンドアンサンブルが、日比谷のビル群に放たれていく。反骨心がみなぎる初期の楽曲は荒々しく、今の A フラッド・オブ・サークルの強固なグルーブとの相乗効果で攻撃力は抜群だ。ブラッド・レッド・シューズでは、サヨのネーモーなベースが牽引し、ダンシング・ゾンビーズでは、青木哲が前方に出て、ギターソロを轟かせる。前のめりな8ビートからポップに跳ねるリズムまで、緩急の手綱を握るのは、渡辺はじめ級のドラミングだ。その中心で歌い踊る佐々木亮介は、時に、緑茶割りの缶中杯を煽ったり、ブラックアイブルーズでステージを練り歩いたり、自由そのもの。ツアーで鍛え上げた楽曲で、それぞれの個性を存分に発揮し、ほとんどインターバルを挟むことなく、前半戦12曲を駆け抜けた。ようやく一呼吸ついたのは、佐々木がアコースティックギターを持った月面のプール。アコギの音色と優しい歌声が野外に映え、伸びやかなメロディと青木のギターソロが切なく響き渡った。続く、ブルーで、初めてステージに青い照明が灯り、少しずつ日が傾いていることを知る。マジックアワーの時間帯には、渡辺、久代、青木が、ブルージーのセッションを展開し、贅沢なソロバトルを堪能。照明が一気にきらびやかになり、さながら夜のロックンロールパーティーだ。このままラストスパートに向かうかと思いきや、ライブはまた様相を変える。ふらりと佐々木がグランドピアノに移動し、白杖を弾き語ったのだ。丁寧な指使いでピアノを奏でながら、一言一言独白のような歌詞を紡いでいく。気だるく、それでいて熱い声が夜の空に溶け込むのをオーディエンスが息を飲んで見守る。後半はバンドサウンドが加わり、温かいグルーヴで佐々木のやりきれない思いを包み込んだ。年齢的にどこまでもいけないのが分かってきて、それが最近人生面白くなってきたじゃんって感じなんですよ。行けるところまで行くだけなんですよね。どこまでも行ける人は行ってください。そして行けるところまでかもって思ってる人、俺と一緒に行こう。よろしくどうぞ、佐々木亮介。どんだけ
それを分からされても、やめる理由にはならないんだよねと付け加えて、花降る空に、不滅の歌をに入り、最新アルバム、花降る夜に、不滅の歌を、以降の楽曲が並ぶゾーンへ。オフマイクで、俺の夢を叶える奴は俺しかいないと夜空に吠えた、月夜の道を俺が行くも、これでいいんだと叫ぶ声がもうしゃがれかけていた。本気で生きているのならも、佐々木の人生を削り出して生まれた楽曲たちだ。荒削りだからこそ、胸に深く刺さって心をえぐられてしまう。そこから、エイジアンカンフージェネレーションの後藤正文を、プロデューサーに迎えたキャンドルソングと、ストレーテナーの堀江敦氏をプロデューサーに迎えたゴールドディガーズと続き、貪欲に進化を求める野心を提示。武道館飛んだ2年後赤での恥でもやんぞの叫びが痛快に響いた。体力を消耗するごとにギラついたエネルギーが増し、会場全体の熱量が飽和状態になる中、本編のエンディングが近づく。何度倒れてもやってきたロックンロールバンドがここにいるぞ。俺はただの人だけど、ただの奴にしかできない歌があること証明しようぜ。ぶっ飛ばしてくれ。俺たちとあんたたちの明日に捧げます。佐々木亮介メンバー紹介を盛り込んだ節目を挟み、ラストに投下されたのは押しも押されもせぬ名曲シーガルだ。佐々木の声をかき消すほどの大合唱が起き、青木も久代もステージ端に出て熱い眼差しで客席を見据える。ここで終わりではなく、やってくる明日のために、全員が思いを一つにして約束を交わすような、どこまでも眩しい光景が広がっていた。拍手とロックンロールのコールに呼ばれて、アンコールで再登場した佐々木からニューアルバムリリースの告知が飛び出した。さらにサプライズは続き、今日のために作ったという新曲虫けらの歌が披露された。俺の生き方はこれだけと叫ぶ器用でまっすぐなロックンロール。ノーンデの映像も含めたミュージックビデオが公開されているが、どうやらレコーディングは大自然の中で行われていたらしい。通りで野外が似合うはずだ。3時間を超えるライブもついに終わりの時間が訪れる。文字通りの熱帯夜を締めくくるべく、佐々木がアカペラでハニームーンソングを歌い始めた。そこにバンドサウンドが寄り添い、シーガルの時に負けない大合唱が湧く。オーディエンスからの愛情を受け、一人一人に応えるようにステージから身を乗り出して歌う佐々木。青木のギターソロが名残惜しげに響き、美しいメロディと共にフィナーレを迎えた。もしいろんなものが去っても、俺たちはここでやってる。同じことをね、佐々木亮介、虫けらの歌の前の MC で、佐々木が語った言葉だ。A フラッドオブサークルは、10年ぶりのノーンライブで、いつも通り全身全霊でロックンロールを鳴らし切った。肩肘張りって戦っていた15年前も、武道館でやるまで死ねないと夢を言葉にして進む今も、彼らにできるのは、ロックンロールバンドであり続けることだけ。ニューアルバムのリリースが11月6日であること。来年2025年1月から全国34カ所37公演に及ぶツアーが開催されること。そして6月13日はゼップダイバーシティ東京であることも発表された。 A フラッドオブサークルは止まらないどころかスピードを上げようとしている。取材文後藤弘子撮影新母優秀 A フラッドオブサークルデビュー15周年記念公演ライブ AT 日比谷野外大音楽堂2024年8月12日月祝
東京日比谷公園野外大音楽堂セットリスト01バファローダンス02博士の異常な愛情03ヒューマンライセンス04ブラッドレッドシューズ05ザ・ビューティフルモンキーズ06アイラビュー07理由なき反抗ザ・レベルエイジ08アイムフリー09ダンシングゾンビーズ10ゴー11ブラックアイブルーズ12ベストライド13月面のプール14ブルー15花16ニュートライブ17ミッドナイトクローラー18ブラッド&ボーンズ19ラッキーラッキー20美しい悪夢21ローラーズアンセム22北極星のメロディー23白杖24花降る空に不滅の歌を25、月夜の道を俺が行く26、本気で生きているのなら27、キャンドルソング28、ゴールドディガーズ29、プシケ30、シーガルアンコール31、虫けらの歌32、ハニームーンソング、ニューアルバム、タイトル未定2024年11月6日、水曜日発売、初回限定版、セディエ、DVD、テイッチーマイナス1829,5000円税抜き5500円税込み通常版 CD テイッチーマイナス1833円000円税抜き3300円税込み15周年記念曲虫けらの歌各ストリーミングサイト配信リンク https://afoc.lnk.2/mushikerway-no-ud-a フラッドオブサークルツアー2024から20202024年11月28日木曜日チバルック11月29日金曜日チバルック12月6日金曜日境ファンダンゴ12月7日土曜日境ファンダンゴ W ザ・チャイナワイフモーターズ2025年1月23日木曜日名古屋クラブアップセット2月9日日曜日京都タクタク2月11日歌宿広島セカンドクラッチ2月13日木曜日松山ダブルユースタジオ2月15日土曜日コーチ X パート2月16日日曜日高松ダイム2月18日火曜日静岡アンバー3月6日木曜日神戸太陽と虎3月8日土曜日鹿児島 SR ホール3月9日日曜日大分クラブスポット3月11日火曜日岐阜アンツ3月16日日曜日横浜 FAD 3月20日木宿新潟クラブリバースト3月22日土曜日郡山ヒップショットジャパン3月23日日曜日盛岡クラブチェンジウェーブ4月5日土曜日長野 J 4月6日日曜日金沢バンバン部4004月10日木曜日奈良ネバーランド4月12日土曜日ズモアポロ4月13日日曜日福山ケーブル5月9日金曜日仙台マカナ5月10日土曜日ミトライトハウス5月15日木曜日八戸ロックス5月16日金曜日八戸ロックス5月18日日曜日山形ミュージックショーアセッション5月23日金曜日岡山ペパーランド5月25日日曜日福岡 CB 5月30日金曜日札幌キューブガーデン5月31日土曜日旭川カジノドライブ6月5日木曜日名古屋クラブクアトロ6月6日金曜日梅田クラブクアトロ6月13日金曜日ゼップダイバーシティ東京6月21日土曜日沖縄アウトプット